新入部員のみんなと服装さばきの練習をするから、みんなの分の服装を用意しないと。お疲れ様です。本日も部活動よろしくお願いします。はい、すみません、気をつけます。私たちの代は特にのんびりした子が多いから。けどイブちゃんってすごく真面目でいい子そう。私はどの先輩と。イブちゃん一緒にやろう。私あまり説明がうまくないから、ちゃんと教えられなかったらごめんね。いえ、ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらこそよろしくね。それじゃあまずは服装の折り方なんだけど。お待たせしました。アイスティーとレモンタルトのセットです。わー、ありがとうございます。レモンタルト発売されるのをずっと楽しみにしてました。イブちゃん、試食の時からすごく気に入ってたもんね。はい、爽やかな酸味が夏を感じられて大好きです。イブ先輩、今日はお仕事お休みだったんですか？仕事があったのですが、予定より早く終わったので、お二人の顔が見たくて寄らせていただきました。すみません、最近なかなかシフトに入れなくて。ううん、気にしないで。忙しいのにこうして来てくれるだけで嬉しいよ。こんにちは、席空いてるかな。いらっしゃいませ。涼しい、天国はここにあったんだね。ちょうどイブちゃんも来てますよ。ほんとだ。それじゃあイブちゃん、隣失礼してもいいかな。もちろんです。今日はタイさんとご一緒なんですね。うん、買い物帰りにばったり会ってね。暑いから少し涼んでいこうってなったんだ。そういえばイブ、この間言ってた茶道部のイベントどうなったの？茶道部のイベント？はい、秋頃に公民館で茶道を体験してもらうイベントを開こうと思っているんです。茶道をやったことのない人たちが茶道に触れるきっかけになってほしくて。わあ、素敵だね。イブちゃんの発案かな？私も覗きに行こうかな。最近お茶を立ててないし。え、そうなんですね。カノンさん、大学ではお茶同好会に入ったって言ってませんでしたっけ？お茶同好会はカフェに行ったりするのが主な活動だから、茶道部とは違うかな。あ、そうなんですね。てっきり私もカノン先輩だから茶道の同好会なんだと思ってました。違うよ。お茶を立てたのはお茶同好会のみんなに抹茶や生菓子を紹介した時以来かな。注文はどうしますか？何を食べてるの？レモンタルトです。爽やかで夏にぴったりです。私もそれにしようかな。ここ数日すごく暑いもんね。ですよね。今日もバイトに来る途中で汗だくになっちゃいました。じゃあ海に行く？
グミ？最近暑いからずっと海に行きたいなって思ってたんだ。なるほど、素敵なアイデアです。イブちゃん、お仕事は大丈夫なの？はい、1日くらいならなんとか。やった、みんなで行こうよ、海。海か、それなら私やってみたいことがあるんだ。今日買った雑誌に載ってたんだけど、あ、これこれ、ビーチピクニック。懐かしいです。フィンランドにいた頃、ハンネや家族と一緒にやってました。へえ、浜辺にシートを敷いてお菓子やサンドイッチを持ち寄るんですね。楽しそう。これは羽沢コーヒー店組腕の見せ所だね。はい、こっちだって負けないよ。カノン先輩、チーム名は何にします？ビーチピクニックはそういうのじゃないよ。頂戴いたします。結構なお手前でございます。イブちゃん、すごく上手くなったね。最初から最後まで所作が一つの流れみたいだったよ。本当ですか？嬉しいです。けれどまだまだカノンさんには遠く及びません。私そんなことないと思うけど。いいえ、まさに大和なでしこといった所作の美しさで、カノンさんは私の理想です。そんな風に言われたことないから照れちゃうよ。はい、イブちゃんがお茶の作法を復習したいっていうので。師匠ということですね。師匠はやめてよ。ですがカノンさんは私にいろいろなことを教えてくれて本当に尊敬しているんです。なので心の中でカノン師匠と呼ばせていただきます。心の中でならいいのかな。だけですぐ海だ。潮の香りがする。海に来たなっていう感じがするね。わかる、すごくワクワクする香り。カノン先輩、こっちです。皆さん待ってください。ごめんね、荷物がいっぱいで。あ、そうだ、カノン先輩、大荷物だったんだ。いろんなものを持ってきたって言ってましたもんね。デトックスウォーターに、お昼ご飯に、食後のデザート。準備してたらなんだか楽しくなっちゃって、いろいろ持ってきちゃった。カノンさん、荷物お持ちします。大丈夫だよ、つくしちゃんにも持ってもらってるし。それにイブちゃんも結構大きなカバンだよね。何を持ってきたの？これはイブもカノン先輩と同じでいろいろだよね。はい、そうです、いろいろです。おたえちゃん、私たちもカノンさんの荷物少しずつ分けて持たない？うん、じゃあ私はこのペーパーバッグ。いい匂いがするけど、お菓子が入ってるのかな。私、保冷バッグ持ちますね。ありがとう、みんな。ん？何の鳴き声だろう。トンビじゃないかな。ほら、あそこでふわふわしてる。あ、本当だ、トンビって空にふわふわ浮かぶみたいに飛ぶんですね。全然羽ばたかないし、不思
思議です。あれでなんで落ちたりしないんでしょう。見た目よりずっと軽いのかもね。それでふわっと浮けるのかも。すごい。そうだね。はあ。そろそろ着替えに行きませんか。せっかく海に来たんですし。あ、そうでした。すみません。すっかり見とれてました。更衣室は向こうだって。カノンさん、行きましょう。うん。みんな、こっちこっち。母さん、お待たせしました。すごい人だね。海の家がたくさんあるエリアだからかな。カノン先輩、大丈夫ですか。でも、つくしちゃんが手を引いて連れてきてくれなかったら迷子になってたかも。これくらい当然です。私、学級委員長ですから。わぁ、カノンさんとつくしちゃんの水着、フリルがたくさんついてて可愛いです。ありがとう。つぐみちゃんもとっても似合ってるよ。タエさんの水着は雰囲気がスポーティーで素敵です。イブはちょっと大人っぽい。さすがモデルさん。ありがとうございます。そろそろ移動しようか。つくしちゃん、確かビーチピクニックができそうな浜辺までちょっと歩くんだよね。はい、バッチリ下調べしてきたので案内は任せてください。あ、その前に写真撮ってもいいかな。千里ちゃんに海に着いたよって報告しようと思って。そうだ、私も瞳子ちゃんに写真送ってほしいって頼まれてたの、すっかり忘れてました。じゃあ私はポピパのみんなに送ろっと。いいね、せっかくだしみんなで撮ろうか。いいですね、今日の思い出にもなりますし。ではカメラは僭越ながら私が。写真を見たみんなが海に来たくなるような写真にしようよ。皆さんに夏の海をおすそ分けですね。最高です。これくらいで写真に入ってるかな。皆さん、ギュギュッとしてください。つくしさん、もう少し真ん中に寄れますか。つくしちゃん、おいで。はい、それじゃあ失礼して。バッチリです。グループチャットに送っておきますね。イブちゃん、ありがとう。わあ、みんな笑顔でいい写真だね。これなら絶対みんな海に来たくなりますね。そうだね、ハロハピのみんなにも送っておこうかな。じゃあ私はポピパの他にレイとバイト先のみんなにも送っておこう。おたえちゃん、この夏はたくさん海に誘われちゃうかもね。そうかも。なら次に海に行くときはパンダも連れて行こうかな。パンダ？ぬいぐるみとかですか？ううん、パンダはパンダ。ポピパの6人目のメンバーだよ。前にクローゼットの奥で見つけたんだ。メンバーをクローゼットの奥から？小さくしてしまってたんだ。でも元の姿にしたら5人全員乗れるくらい大きいよ。あ、もしかして大きなシャチのフロートのことですか。以前タイさんに写真を見せてもらった覚えが。そう、そのパンダ。なるほど、フロートのことだったんですね。でもシャチなのになんでパンダ。そろそろ行きましょうか。そうだね、みんなとおしゃべりしてると楽しくてつい目的を忘れちゃうね。私もです。なんだかのんびりできるメンバーで心地いいですよね。でも今日はビーチピクニックが目的ですし、しっかり案内するのでつい
いてきてください。はーい。アプリだとこの辺のはずなんですけど。つくしさん、ファイトです。あそこの浜辺です。無事につけてよかった。すごい、さっきいた場所と比べたら全然人がいないよ。つくし、よくこんな場所知ってたね。はい、皆さんに任せていただいたので、ネットで調べたり、とうこちゃんの友達に海が好きな人がいたので、いろいろ聞いて調べました。そんなに頑張ってくれたんだ、ありがとう、つくしちゃん。いえ、先輩たちに頼られて嬉しかったです。それに広い場所が絶対必要だろうと思って。つくしさん。広い場所の方がビーチピクニックしやすいかなって。そうだね、せっかくのビーチピクニックだし、広い方がたくさん料理を広げられて素敵だよね。はぁ、シート広げていいですか。私、家からすごく大きなやつ持ってきました。うわ、本当に大きい。これなら5人で座っても余裕だね。それじゃあこの辺りに敷いて、風で飛ばされないように荷物で重しを。あれ、この穴は一体何でしょうか。穴？ビーチに穴なんて。本当だ、開いてる。もしかしてビーチパラソルを立てる穴じゃないかな。この浜辺に降りるとき積み重なってるのを見たよ。日焼けに良さそうだね。そのビーチパラソルって自由に借りられるのかな。はい、借りられるみたいです。さっきあそこのパラソル利用案内の看板を見たんですが。では借りに行きましょう。ビーチパラソルはなんだか夏という感じがします。わかる、夏といえばパンダとラムネとビーチパラソルだね。行こう、イブ。はい。二人とも転ばないようにね。イブ先輩とタエ先輩、すごくワクワクしてますね。うん、あの二人こそなんだか夏って感じがするよ。よし、イブ、それじゃあパラソルを立てるよ。はい、望むところです。せーの。うー、重い。思ってたより重い。お手伝いします。どこを持てば。つくしちゃん、ここを持ってくれるかな。はい。ふえー、なかなか穴にはまってくれないよ。もう一回、せーのでいきましょう。せーの。砂を固めてポールを固定して傘を開けば完成です。やったー。まだ海に入ってもいないのに、たくさん遊んだ後みたいな気分だね。ですね、一仕事終えた感じがします。まだ準備が終わっただけです。浮き輪もありますし、遊びに行きましょう。いつの間に。若宮イブ、参ります。つくしもおいで。私、泳げるんですけど、ほんのちょっとだけなので、お手柔らかに。では、足のつくところで遊びましょう。浮き輪もどうぞ。イブ先輩、ありがとうございます。みんな元気だな。カノンさんは行かないんですか。うん、私は泳げないから波打ち際で遊ぼうかな。あ、見て、つぐみちゃん、綺麗な貝殻が落ちてる。ほ
ら、ちっちゃな巻貝。わあ、かわいい。私も綺麗なのを探して、お土産にしようかな。それいいかも。たくさん集めて見せ合いっこしようよ。はい。あ、つぐみとカノン先輩が楽しそうなことしてる。私たちも混ぜてください。じゃあみんな、波打ち際で綺麗な貝を探そう。始める前にシャワーを浴びてくるって。そっか、ごめんね。それにしても久しぶりに思い出したな、名立ての話。結局その年の合宿もいつも通りの場所だったけど。ただいま。おかえり、みんな。さっぱりした？はい。ではそろそろビーチピクニックを始めましょう。私が持ってきたのはね、じゃーん、デトックスウォーターにラップサンド、それとレモンピールのパウンドケーキだよ。すごい、全部手作りですか？売り物みたい。実家で準備したからお母さんにも手伝ってもらったけどね。つくしちゃんのは？私はココナッツマフィンを焼いてきました。わあ、素敵。つくしちゃんが作ったお菓子ってどれも美味しいから楽しみだな。タエさんのタッパーに入ってるのは小さいですが、ハンバーグですか？うん、
あとはパンも持ってきたから、こうして挟めばミニハンバーガー。かわいい。なんだかピクニックっぽくてワクワクするね。私はコーヒーと紅茶を持ってきました。紅茶はトロピカルのフレーバーティーなんですよ。ほんとだ、すごくいい匂いがします。マンゴーとパイナップルとハイビスカスかな。すごい、つくしちゃんよくわかるね。お菓子や飲み物のことは、葉沢コーヒー店でバイトを始めてからたくさん勉強してるので。さすがつくしさん、バンディクーです。バン何ですか？努力家とかそういう意味かな。それならイブちゃんもバンディクーだよね。部活を3つも掛け持ちして、茶道のことも一生懸命で、本当にすごい子だなって思ってるよ。カノンさん、ありがとうございます。ねえイブちゃん、もうあれを出してもいいんじゃない？そうですね。あれって？実は今日はカノンさんにとっておきのサプライズがあるんです。サプライズ？なんだろう。準備をするので少々お待ちください。まずは水筒、そしてお茶菓子。あ、落雁だ。懐かしいな。よく部活でいただいたよね。はい。あとはお茶碗と茶筅と。サプライズってもっとバーンって勢いでやるものなんじゃ。うん。けど、これがイブちゃんとカノンさんのペースなのかも。なんかいいよね、イブとカノン先輩のリズムがうまく噛み合ってる感じ。あ、それすごくわかるかも。イブちゃんとカノンさんって見てるとなんだか安心するんだよね。そして最後に、カノンさんからいただいた副作です。全部茶道の道具。これってもしかして、野立て？その通りです。イブ、久しぶりにカノン先輩と野立てをやりたいって準備してたんです。せっかくならカノンさんにたくさん喜んでもらいたいって。ね、イブちゃん。はい。最近カノンさんが茶の湯に触れていないとお聞きしたので、ビーチピクニックはいい機会だと思ったんです。ありがとう、イブちゃん。茶道の道具を持ってきてたから、カバンがあんなに大きかったんだね。海で野立てだなんて、いつかの部活で話したことみたいだね。カノンさん、覚えていてくれたんですか？うん。野立てで季節の移ろいを感じたいって、素敵なお話だなと思って。でも、あの時は、急に海で野立てをしたいと言って、茶道部の皆さんを驚かせてしまいました。そうだね。みんなびっくりしてた。でも気づいてた？イブちゃんが海で野立てをしたいって言ってから、野立てをする機会が増えたんだよ。え？そうなんですか？私もそうだけど、茶道部っておとなしい子が多いから、基本的に部活は部室でやるものだと思ってたんだ。野立てとかは何ヶ月に一回かのおまけみたいな感じで。けどイブちゃんのお話を聞いて、みんなが野立てをしたいって言うようになったの。みんなね、心のどこかでイブちゃんのお話にワクワクしたんだと思う。イブちゃんが部長になった今では、学校外の人に向けてのイベントまでやるんだもん。イブちゃんって本当にすごいね。カノンさんにそこまで言っていただけるなんて、よかったね、イブちゃん。はい。今日は本当にとてもとても嬉しい日です。
カノンさん、もしよかったら一つわがままを言ってもいいでしょうか？もちろん、何でも言って。では、野立ての天使をお願いできないでしょうか？私がやってもいいの？はい、ぜひお願いします。私はお茶を立てるカノンさんが大好きです。所作が美しく、ずっと見ていても飽きない。カノンさんは私の憧れです。そんなカノンさんが茶道から離れているのが寂しくて。すみません、カノンさんを喜ばせると言っておきながら、本音ではこんな。うん、大丈夫だよ。イブちゃんの気持ちはちゃんと伝わってるから。お茶碗と茶筅貸してくれるかな？可愛い弟子のためにお茶を立てたくなっちゃった。久しぶりだから、イブちゃんが入部した頃二人で練習したみたいに作法をなぞりながらやってみようか。うわー、カノンさん大好きでーす。私もイブちゃんのことが大好きだよ。のんびりしてたらバスの時間ギリギリになっちゃいましたね。けど持ち寄ったご飯やお菓子も全部美味しくて、話が全然途切れないから切り上げ時がわからなかったよね。カノン先輩に立ててもらったお茶美味しかったな。落雁もシュワッと口の中で溶けてびっくりしちゃった。本当に美味しい落雁でしたよね。どこのお店のなんだろう。後でイブちゃんから教えてもらったらいいよ。はい、メッセージでお店のアドレスをお送りします。ああ、ありがとうございます。それにしても野立ては大成功でしたね。お茶を立ててたら急に子供が話しかけてきて、結局そのご家族としばらくお話ししてましたもんね。うん、みんな茶道に触れるのは初めてだって言ってたから嬉しかったな。これもイブちゃんが今日野立をやってくれたおかげだね。いえ、あの子たちもカノンさんの綺麗な所作に興味を持って話しかけてきたみたいですし、カノンさんのおかげです。あ、バスが来ましたよ。行き先は？うん、合ってます。乗りましょう。はい。イブちゃん、飲み物いる？ありがとうございます。いただきます。みんなも飲み。あれ？3人とも寝ちゃってるね。駅に着くまで寝かせておいてあげましょう。それがいいね。イブちゃん、今日は本当にありがとう。いえ、私こそありがとうございました。久しぶりにカノンさんがお茶を立てている姿を見られてすごく嬉しかったです。所作もちゃんと体が覚えてたからよかったよ。大丈夫だったよね？もちろんです。カノンさんの所作は何度も繰り返し鍛錬したものなので、きっとすぐに忘れたりしません。嬉しいけど、やっぱりちょっと褒めすぎだよ。そんなことはありません。カノンさんの所作はあくまで自然で、見ているとリラックスできるんです。それは茶の湯の真のおもてなしを体現しているからじゃないかと私は感じています。なのでカノンさんはずっと私の師匠ですし、私の憧れです。そっか、そんな風に思ってくれてたんだね。でも私もイブちゃんの茶道はおもてなしを体現してると思ってたよ。え？イブちゃんの所作は
すごく紳士で一生懸命で、一目見ると茶道を知らない人でも引き込まれちゃうんだ。茶道って知らない人が飛び込むにはちょっとハードルが高いけど、イブちゃんを見てると少し勇気を出してみようかなって思えるような、そんな私もやってみようって思わせてくれる茶の席、それもおもてなしの一つなんだろうなって私は思ったよ。私がすでに茶道を通じておもてなしを、はあ、嬉しいです。これで免許改伝かな。では、カノンさんとの師弟関係は。それは、やっぱりまだちょっとくすぐったいけど、続けていたいかな。卒業はしちゃったけど、イブちゃんはずっと私の後輩で、大切なお弟子さんだから。はい。ふつつか者ですが、これからもよろしくお願いします。今日も手ほどきよろしくお願いします。うん、こちらこそ今日もよろしくね。先輩、私は別にイブちゃんの師匠じゃ。カノンさんにこれからもたくさんのことを教えてもらえると嬉しいです。もうイブちゃんってば。